お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらメガナイトロイホグデッキでやっていければいいかなと思います。というわけで、まあ、ザッピー、そしてホバリングが入った、まあ、ファイボコカツデッキですね。はい。というわけで、まあ、メガナイトですね。最近メガナイトだと、まあ、バルーン、メガナイトバルーンだったり、まあ、メガナイトプラススケルトンラッシュとかがね、結構こう、まあ、流行ってると言いますか、使われてるんですけど、まあ、メガナイトがこう、使われない環境っていうのが多分存在しないんですよね。そう。なので、メガナイトはね、ぜひともこう、持っている方は使っておくと言いますかね。非常におすすめするカードのうちの一つなんですけども、こう、なんかカウンター性能として非常に優秀なので、ユニットが後ろから裂いて、なんか相手がめっちゃ攻めてきたら、もうメガナイトで踏んでカウンターみたいな。こう結構ね、ウルトラレアの中では一番って言っていいぐらい強いんじゃないって個人的にはね、思ってますね。よいしょ。まあ、メガナイトが使えなくなる環境とかだったら、まあ、こう、一生、なんかおかしいな、日本語。こう、まあ、ゴーレムがすごい流行ってるだとか、まあ、なんかそんなことがない限りは、まあ、メガナイトってこう、ゴーレムだったり、ピッカとかがきついんですよね。よいしょ。そう、待って、言うのめっちゃ歩いてんだけど、あいつ。しかも、レベル12ですね。そう、豚が、入ってますね。そう、ゴレだったり、まあ、エリゴレとかもなんですけど、結構ゴリ押ししてくるデッキが結構きついんですよね。これムートがちょっとめんどかったんで、楽します。防衛楽して、いや、楽したらめっちゃいい。OK。さあ、てなわけで、まあ、陸受けも優秀ですね。ザッピー、ゴースト、取ると思います。そう、まあ、ゴリ押しがね、結構きついカードなんですけども、トリトンがいることによって、まあ、こう、ゴレだったり、まあ、エリグラも、キング起動をすることができるんですよね。まあ、キング起動したところで、まあ、攻撃が止まんないっていう話もあるんですけども、まあ、最悪立たない、抱えないこともないけど、まあ、ゴリ押しデッキはきついですね、メガナイトは。まあ、でも、それ以外に対して本当に非常にね、優秀なカードなんでね、よいしょ。もう大人気ですね。なんかこう、たまにコメントとかでも、格上に、勝ってるデッキを教えてくださいとか、格変に対してどうやって戦えばいいですかってよく聞かれるんですけど、こう、ネクロとかウィザードとかはよく使われると思うんですよね。個人的にはミニペッカだったり、こう、格変の人たちと戦う場合。なので、まあ、それに対して、メガナイトがね、マジで最強だと思ってるんで、もうぜひメガナイト使えば全てが解決すると思ってます。なんかバルキリーとかでもいいと思いますね。メガナイトないことは。なんか同じようなね。範囲効果を持ってる、範囲攻撃を持ってる、ちょっと火力あるやつ。まあ、バルキリー、メガナイトあたりは非常にね、鬼強カードだと思ってます。さあ、これもロイフトパスだけですね。相手がファイボとか持ってないので、よいしょ。これも攻めファイブとかして、あ、オーケー。さあ、刺さりますね。で、カウンター来てもザッピーでね、終わりと、いうところで非常にね、おすすめメガナイトデッキでございます。どんどんいきます。で、今シーズンもね、マルチをね、やりたいんですよ。なんならね、生放送もしたいなと思ってるんですけど、したいなと思ってるだけなんで、それかはわかんないんですけど、って感じですね。したいんですけどね、生放送とかこう、なんかいろいろ。まあなんですけど、それ準備がめんどくさいのと、まあ本当準備がめんどくさいだけなんですけども、まあ、どうしてもね、そう、コメントでしてくださいってあればするんで。てか僕もやりたいんですよ。やりたいけど、なんかサボり癖があるんで、僕はね。まあ、言ってくれるとね、非常に、行動を移せるんで。わがまま坊やなんですけども。よいしょ。ぜひね、生放送しろってコメント書いておいてください。お願いします。さあ。今回で言えば、迫撃ですね。無課金迫撃デッキって言われてる、デッキだと思いますね。ディガーがない、ナイトマスケのヤリゴブギャングのスケバレーの迫撃ですね。で、これ、入っちゃうかなんか、悩んだな。まあ、ファイボ防衛は最悪悪くはないですね。もうちょっと早く打てたら、このダメージも、もう2発ぐらい抑えれてたかんと思います。で、まあ、ファイヤーボールを持ってるので、まあ、後半、こう、防衛迫撃プラスの細胞を一生打たれてると、結構突破がね、大変になってくるので、できるだけ、
なんか引き込まられないようにこうダメージをね前半のうち抑えていきたいですね。よいしょ。さあでとりあえず真ん中ここですね。なんかファイボとかちょっと打ちにくいんでね、こうすると。いやめっちゃいいファイボやんけ。いやなんで今ジャンプしたでしょ。さあ、これまあナイトからの、あ、でもナイト今受けて使いましたね。まあ、トリトンでいいや。ゴーストがちょっと悩みましたね。で、これはトリトンが体を張ってくれる。垂れて耐えて。さあ、まあ、こっからですね。もう僕でもダメージリード取ってるんで、僕は、無理に攻める必要がないですね。で、攻め撃来た時だけ、おもとずれてるずれてるずれてる、あれ。あれ、寝てるでしょ、相手。相手寝てますね。で、攻め役来た時は、逆サイローフグを本当はしたらめっちゃいいですね。逆サイローフグでタゲを取れるんですよ。相手の攻め役のね。そして、ローフグにも相手は対応しないといけないので、こう、だから、こっちは攻めてるだけなのに、なんて言うんですか？相手の、攻めが腐ると言いますか。よいしょ。さあ、これちょっとね、シャアなしのザッピーですね。ザッピーを生贄にして、あれ？ダメージがちょっとやばい。ファイボがあるな。ちょっとタイミングが一回落ち着きます。一回メガナイトが落ち着きつつ、いや、ゴーストが入ってる。めっちゃでかい。うわー、これ、タル許容っすかね。気合の。気合のタル許容で、とりあえず、ナイトが来る。もうユニット攻めですね。今、ロイフグを飛ばしても、ファイボで受けられるんですよ。思ってめっちゃうまい、それ。で、ファイボ使った後だと、このローフグがね、相手はきついですね。で、僕もこれきついんで、まあ、防衛ファイボしちゃえばいいかな。よいしょ。さあ、ってなわけでね。グッドゲーム。なんかこう、相手がファイボ持ってたら、ローフグを飛ばすんじゃなくて、まあ、メガナイトプラスのね、まあ、ホバリングですね。基本的にはメガナイトホバリング、組んどくだけみたいなデッキなんですけども。組んで、ファイボ使ってきたら、ローフグを追加っていう感じでね。それと、シンプルになんかこうユニットの攻めで、突破できたりします。なんかメガナイトトリトンが強いんですよ。そう。はい。そんなわけで。ベビー。で、僕ね、こうザッピーは別にそんな好きじゃないんですけど、なんかホバリングとか、なんかムートとか、なんかこう、ちょっと尖ってるじゃないですか。なんかめっちゃ強いわけではないけど、こう、なんか、ファイボがない相手だったりだとか、なんかこう、活躍するときは、お前活躍しすぎたろみたいな。なんかそういうカードがね、めっちゃ好きなんですよね。そう。ザッピはほんまに興味ないんですけど、このホバとかがマジ好きで、多分僕のね、紹介する動画ね、多分多いと思うんですね。これホバリング入りのデッキだったり、ムート入りのデッキだったり、まあボーラーとかもまあ好きなんですけども。なんかそんな感じでね、ちょっと、こういう感じのが、もう多くなるんですけども、シャンなしだけですかね。今回相手、チェーンスケラですね。ナイトアイスイズベビーのゴボリでしたね。まあ、ボムタワーだったらローフグが通んないけど、その分、メガナイトがね、通りやすい。で、今回ゴボリなんで、その分メガナイト受けだったり、ゴースト受けが優秀なんだけど、まあ、ローフグが気持ち通りやすいといったようなマッチングになってますね。なので、まあ、それはうわー、いいトルネだなー。褒めてあげたいですね。いいトルネ。さあ、ここは、多分、ザッピーにタルババが来るんですよ。で、相手ポイズンなので、とりあえずホバー、お、これスキラ防衛、スキラと今タル7コス使ったんで、ゴボリのコストが間に合うんかい？まあ、間に合ったら間に合ったですね。まあでも、相手スキラ使ったんで、これ、スキラ打たれることはないんでね。まあ、されても、端前ナイトで、ナイトゴボリの形作ってくるとかだと思いますね。で、相手がベビとかアイスイズの、この、防衛硬いデッキに、同サイドで挑んでいくと、カウンターを受けてやられちゃうので、基本的には、逆サイドをね、攻めていきたいですね。なので僕からしたら今、左サイドをちょっと攻めたいって感じですね。よいしょ。で、まあ、来たので一旦守りますね。で、まあ、ゴーストでいいかな。OK、スケラのダメージマジ抑えれたら全然ありますね。からのポイズンがちょっと嫌ですね。このいやらしい位置にホバを出していく。さあ。で、ザッピーとか出しとけば、相手はこのホバを、いや、勝てるぞ、勝てるぞ。ああ、棒っぽい。いや、めっちゃいいですね。で、アイウィズじいちゃんをトリトンに引っ張ってあげて、よしよしよし。いや、これ悩むな。これ行くか？いや、ここで一回行かないんですよね。一回盛ります。いや、相手の棒もうまいですね。で、からの、同サイぶっぱではなく、しっかり逆サイを狙っていきますね。
クマクマクマっていうクランにいますね。これも5撃っちゃおう。で5撃って、あ待ってやばい外した、ナイトを突破したかった、降りつかった、いや飛べ、うんー我慢しすぎでしょ君。さあこれマスケラ来ますね。まあメガナイト踏んじゃってザッ、お前来ないのはまあどっちでもいいな。で折りが回るかな、とりあえずゴースト隅っこに出すでしょ。でホバを、ホバを出すだけ、いやめっちゃいい、それポイズンサイト、いや金ヘドか、いやめっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。しかもこれ、いや相手のボイがうまいですね。折りを取ってるんですよねずっと。まあこれはでもホバが折りをつつける、そしたら豚が通りますね。うん、いや地味な対決だけどこれ勝ちたいですね。いやスケラーマジでワンパンされるんでね、端前ベビーとかマジで嫌っすね。これもうメガナイトで、よし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 、いや同じです、同じですね。スケラー打たれるとちょっと嫌ですが、これ高めホバで、いやこのポイズン余計な位置がめっちゃいいで、ここに来るですね。これはまあ繰り返していきつつ、相手の今だ、いやここになんか出ろ、いやザッピー、あーザッピーアイビス殴ったらマジで神だったけど、いやまあまあ入ってますね。いやこれどっちかに来ますね。これ端前よいしょ、 OK、 スケラ打たれてもこれタワーがね竹取ってないので、でなんなら多分ポイズン来るんですよ。 OK ポイズン来た、待ってゴースト、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 ポイズン使ったタイミングで攻めて、こっちもね、え待って全然入ってね、バカ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 。そうこれはもう僕攻めるしかないので、残り19秒ですね。ぶっ走ってぶっ走して、えこれ右が、え右が入るのか、さては右が入りそうなので右に攻めると、いや右のホバがずっと生きてるやんけ、いやナイスやば、うい、きた、ホバ全部持っていきましたね。というわけで、ね、なんかこうマジでホバ今回大活躍だったんですけど、マジでね、あのこういうカードを使わない方にはぜひ使ってほしいですね。さあというわけで、このメガナイトロイフデッキですね、非常におすすめで、ございますのでね、ぜひ、あれ今日まだ3試合してないのか、あのまあ使ってみてください。というわけで、あの終わろうかなと思ったんですけど、もう1試合行きたいなと思います。気分でね、はい、もうちょっとやろうかなというわけです。さあレモン009さん、よろしくお願いします。ちなみに僕はレモンがめちゃくちゃ好きですね。なんかこう、まあ、あるじゃないですか、焼肉行ったらタンにレモンがあったりだとか、まあ、お酒でなんかにレモンがあったりだとか、普通にこう、まあ、果物のレモンとかもなんならこう加えれるレベルでレモンいけちゃう人ですね僕は。よろしくね。そうてか、まあ果物ね大好きなんですよね僕。なんか地元が岡山なんですけど、まあ実家岡山なんですけど、岡山ってなんかフルーツ王国って言われてるんですよ。あのわかんない、多分、いや多分ですよ、本当に本当に言われてるんですけど、僕がなんか聞いたことあるだけかもしれないんですけど、そう果物王国みたいな、フルーツ王国、果物王国って言われてるんで、関係あるか知らないんですけど、なんかフルーツを食べる機会がよくあるんですよね。なんか実家になんか果物の木があるかなんかみたいな、なんかいっぱいあるんですけど、まあ、そんな感じで、ね、果物とかめっちゃ好きですね。食う機会が多い、まあ、一番好きなのはみかんとかですけど微妙なラインですよね。なんか楽なんですよね食うのが。なんかぶどうとかも美味しいですけど、剥くのめんどくさいんで、僕めんどくさいことマジで嫌いなんでね、何でも楽しちゃいたいタイプですね。さあてなわけで、これもう楽しちゃいたいんですけど、ちょっとメガナイト出して、ちょっと攻めたいんですけど、またこれ、チェーンスケラですね。多いな、さっきから。これ、ほぼ残りそうだな。延命。そう。というわけで、まあ、いつか、なんか攻めの形を組みたいんですけども、相手がまだ檻かボムかもわかんないですけどね、メガナイト出しちゃいたいな。ナイトが外ビズされたら逆サイとかには行きたいんですけど、いや悩みますねこれ。まあ一旦ゴースでしょう、ナイトがいるんでね今相手は。見守ります、見守ります。僕が攻めなければこうすごいカウンターが来ることも絶対ないので、だからポイズン打たれたくない逆サイドに出して、あこれ相手すげえこの丁寧ですね、めちゃくちゃ丁寧に耐えてくる。なので僕はしっかりこうチャンスを狙いつつ、この両サイにね
妹役、まあそろそろですかね、そろそろワイも戦いたいなという、これほぼに多分ボーポいきますね、またさっきと一緒ですね。でアイウズドキル、うわ、あの防衛スキルしてる、あみんなこう防衛スキルで綺麗に戻ってきますね。あのボムタワーがねマジで厄介ですね。ボムタワーが壊れたらラフグ追加していいと思いました、これは。で、ボムが回ってないですよね。ナイトまで来たら5ですけど、まあ、あれ5打たなくていいですね。で、ボムが、いや、鉄壁と。いや、これはね、勝ちたいですね。でも、さっきと一緒なんですけど、本当に。絵が全く一緒なんですけど、一生後ろから咲いて、ワンチャン来るかな、タル咲いたら。いやー、まあ全然いいですね。で、いや、ボムをね、突破するためには、マジで、ロイホグを先に飛ばすんじゃなくて、メガナイトからのロイホグで行かないと、いや、トリトン入ってる、いや、でかい。しかも、なんならこれ、ザッピが残っても、そんな変わんないけど。そう、いや、これメガナイトが、いや、もう一回、頑張れそう。なんて戦いだ。やばいよ。これ最後にスケラプラスポイズンで大逆転されるっていうオチだけはマジでやめたいですね。あるあるなんですよ。本当に。遅延スケラってそういうデッキなんでね。で、これナイト咲いたからメガナイト行っていい気がするな。で、スケラかボムかですね。そうですね。いや、トリトン入る。で、これベビーがね、いや、ベビーをザッピーで読んで、延命させれば全然ありますね、僕は。そうそう。いやー、これ。いや、待って、使った。これはあるぞ。これマジであるぞ。マジであるぞ。マジである。相手使った。で、タルボで一旦耐えて、ホバも出して、よし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 。あるある、マジで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 ある。いや、マジであるはずなんだけど、全然入んねえ、全然入んねえ。8枚メガか。あ、残り。いや、これ8枚メガだな。8枚メガで、逆サイもでも抑えないといけない。ホバが残ってる。え、待って、マジである、マジである、マジである。残り20秒。これ、ホバですね。防衛ポイズンする、そんな、時間はないでしょ。防衛ポイズンした。やばいやばい。ボムで守れる。いや、メガナイト残ってる。これ、ボムタワー？ボムタワー来るぞ。壊れろ、壊れろ、壊れろ、これ、飛んで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 。メガナイト、歩くな、歩くな、お前。バカ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 。バカバカ、10秒、10秒、来た来た来た。メガナイトが歩いたけど、なんとかね。はい、通りましたと。グッドゲームですね。いやー、危ないですけどね。危ないんですけど、まあ、相手がポイズンだと、こう、ホバリングとかがね、すごい大活躍するので、そこでね、まあ、リズムをつかめたのかなと思います。というわけで、おります。よければね、このメガナイトログデッキ使ってみてください。では、お疲れちゃんでした。またね。